こんにちは、こんばんは、ビタミンレミです。今回はこちらのワイヤーとビーズを使ってピアスを作りたいと思います。まず最初にワイヤーを20センチ、27センチ、35センチのものを1本ずつカットしていきます。今回かすみ草を作るので、まず最初に20センチのワイヤーに1粒ビーズを通していきます。ワイヤーを2つに折って真ん中にビーズを持ってきます。はい、通しましたらそのビーズを持ってこんな感じで、こんな感じで持って丸やっとこ、もしくはペンチで1センチぐらいのところを持ってくるくると丸めていきます。丸める、違いますね、固定させるみたいに、こうやってくるくるとひねっていきます。しっかりとね、根元まで、はい、だいたい1センチありますね。はい、そうしましたらもう一粒ビーズを取って中に通します。この時1センチぐらいのところを開けて、そしてまたひねっていきます。丸やっとこでぐっと持ってひねっていきます。はい、それではもう一方にもビーズを通して1センチぐらいのところを開けて、同じようにくるくると固定していきます。はい、2つできたら2つを合わせて固定していきます。だいたい1センチぐらい、1センチぐらいのところを丸やっとこで持ってくるくるとていきます。そうしましたらまた今度2段目ですね、2段目のビーズを通して1個、そして先ほどと同じように1センチ開けてひねっていきます。20センチのワイヤーに同じ要領で2段作っていきます。はい、1本目できました。20センチのものは2段で、27センチのものは3段で、30センチのものは4段、同じように作っていきます。はい、3本作りました、最後の4段ですね。30センチのワイヤーを4段作ったところです。それではこの3つをつなげたいので、1センチぐらいのところをつかんでクッと折り曲げます。90度にね、90度に折り曲げて丸やっとこに巻きつけて輪っかを作ります。見えますか？
な感じで輪っかになってます。ここにす感じですね。ここに、丸カンを通してこの3つのパーツをつなげていきます。それぞれ作ってここに通す感じですね。こんな感じで、はい、それでは3つつなげてみました。はい、こんな感じでピアス金具につけたんですけど、霞草のようなデザインのピアスができました。ゆらゆらしててすごく可愛い感じにできたので、でワイヤーなのでね、枝の部分を広げたりして自分で調節しながらやると可愛いピアスができると思うので、皆さんもぜひやってみてください。今回クリアにシルバーが混ざったようなビーズでやったんですけど、これを色を変えて作ってみるとまた違ったイメージでできると思うので、他の色でも作ってみたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。